こんな感じで。そう、鍋で見といてよ。開けてみようか。すごい、めっちゃコンパクトや。こういうもの。ほうほうほう。あっそう。あっつ。いける？皆さんこんにちは、リリーです。今日はですね、じゃーん、こんな感じで。そう、鍋で見といてよ。まあ記念すべき初離乳食の日に2人でちょっとね、おしゃれしようかなと。いやーもう離乳食ってね、何からどう始めていいのか、雑誌にもたくさん書いてるし、ネットにもあるし、先輩ママも慣れたら簡単やでっていう風にねおっしゃるんですけど、ドギマギするよね、初めてやったらね。最初は、10倍粥って呼ばれる超シャバシャバの粥の上澄みらへんのちょっとドロッとしたお湯の部分だけでもいいから、それを初日に、与えるとよしということで、今日は初めて10倍粥作ってみようと思います。これですよ。開けてみようか。すごい、めっちゃコンパクトや。そしてすりつぶす時とか裏ごしの時に使うこういうものもついてる。へー、すごい。蒸したり潰したり裏ごししたり絞ったりいろいろできるみたい。ほんならこの蒸し器使おうか。ここにもうご飯入れてこれだけでチンしたらいいんや。簡単そう。電子レンジの時だけ蓋を外す。 OK。起きてからにしよっか、食べるのな、いいように話し。そしたらですね、今から作っていきます。まず炊きたてのご飯。ご飯1に対してお湯が10ってことは、ご飯これぐらいでいいんかな。もうほんまお水に米ちょっと浮いてるぐらい、これぐらいでいいんかな。お水多いかな。もうちょっと米足した。これぐらいで電子レンジ入れてみようと思います。ちなみによ、これさっき作っててお鍋でお粥でもなんかあんまりうまいこといかんくって、でこの失敗したお粥は私の朝昼兼用のご飯にしようと思って、お供に粒にこれと一緒にお粥食べよう。なんかさ、離乳食始めるのめんどくさいなと思っとったけど、なんかちょっと作ったらおもろいかもしれへん。で棒がどんな反応するのか楽しみやしね。ちょっとね、今4分ぐらい経ったんですけど、いい感じにレンジがなんかシュワシュワなってるから開けてみようかなと思います。いい、蓋開いとる。爆発したんか。電子レンジの時だけ蓋を外す。OK。はい。はい。あ、今こんな感じ。どんなんじゃ。ほうほうほう。もうちょっとかな。粒残ってるしね。ちょっとやっていいかな。水足そうか。水足してもうちょっとや。いらっしゃい。追加で4分いきました。もうええかな。ちょっと止めて、今こんな感じです。たらこんな、でももっとなんかな。ちょっと食べてみようか。熱そう。熱っ。全然あかん。カタカタや。
むずいな。もう一回か。むずい。3度目を浸してやったらこんな感じです。上澄みのやつが少ないかな。めっちゃ泣いてるやん。もういい感じにでもお腹空いてそう。でさっき鍋で作ったやつの方が柔らかいので、これの上澄みらへん熱っ。みんな、え、みんな向いてるやん。最初ってやっぱこっちでいくか。こんないけるかな。怖いよな、詰まらせへんのかな。こっちでいきます。ドロドロおかゆ、これ持っていきますね。お待たせ。おるよ、そばおるよ。お腹すいた。お腹すいてる。いい感じよ。まだ今から初めての離乳食10倍かゆを出させてもらおうと思います。これ食べる。パンダやからな。めっちゃ不安やわ。いける？めっちゃすりつぶしてるね。怖いわ。いけるかな。食べてみる？食べてみる？はい、行く。動くね。動くね。よいしょ。ま、まだまだまだ。まだ。カメラわかる？あ、気づいた。何その決め顔。何その決め顔。変なの。え？